わしは甲府綱重ぞ。徳川幕府に反逆するさそうか。大義のためでござる。ごめん。反逆じゃ。本丸に対する。この太郎神に対する反逆じゃ。戦の支度じゃ。中の書状に言え、良い周到の陰謀とはさればと闇の中にきっと何かが見える。母上はそんなに、そんなにこのわしを将軍にしたいのですか。将軍家お世継ぎ様の座を我が尾州家が1000万両にて買い取りと存じまする。何？綱吉殿を将軍家に押し立て、歌の神に代わってそなたが大老になるのじゃ。継承院様、野望を持て。酒井歌の神という男、もはや血の通った人間ではない、剣聖の鬼じゃ。この歌の神に背けばどうなるか思い知らせてくれる。初めてこの屋敷に参られたのもちょうど今頃の季節でした。10年一昔、それを二度も巡りながら、お庭の花や緑は少しも変わってはおりませぬ。人は変わりますけれど、徳川300年最大の内紛、波乱万丈のストーリー、豪快なアクション、10年一度の超大型時代劇傑作。上様には今宵お隠れ遊ばず。江戸城大乱。